こんにちは。本日はですね、ちょっとゆるっと雑談系の動画を撮っていきたいと思います。先日軽井沢に旅行に行ってきたので、その旅行の時の話をちょっと写真を見たりしながら振り返ってみたいなと思います。なんかラジオとビデオの間みたいな感じで、画面見なくてもいいような動画にしたいなと思っているんですけど、まったりタイムにお付き合いいただけると嬉しいです。で、今日は緑茶を飲みながら私もまったりお話ししていきたいと思います。このマグカップ軽井沢で買ったんですけど、すっごい可愛くないですか？ここがブルーになってて、この柄がオレンジ色、これ丸山コーヒーで買いました。このコロンとした形と色味がすごく美しいと思って、何種類か色あったんですけど、ちょっとこの色味に惹かれちゃったって感じですね。はい、ってことでちょっと携帯のデータ見ながらお話ししていきたいなと思います。今回軽井沢に2泊3日で行ったんですけど、メンバーとしては私と夫と夫のお母さん3人で行きました。行き方としては、まず夫の実家が岐阜にあるので、岐阜まで私たち2人は行ってから、お母さんと一緒に車で軽井沢まで行ったっていう感じです。そうですね、行くまでのなんか道のりですごく自然が豊かになってくるのを感じて、なんかこれが車のいいところだなって思いましたね。もちろん電車でも自然の中通って行ったりすると思うんですけど、なんかより近くに感じる自然を、で途中で降りたりとかして、なんかそこの土地の空気を吸うことができるから、あ、違うところに来てるなっていう感じがしてワクワクし始めているところです。私たちは東京に住んでるので、なんかこういう、なんだろうな、川が流れてたりとか、辺り一面緑だったりとかっていうのを見ること自体がすごく新鮮だし、なんか美しいなって感じましたね。で、こうなんか緑の質も場所によって違うじゃないですか。で、なんか岐阜の方とかはどっちかっていうとこう濃いめのグリーンなイメージなんですよね。それも季節にもよると思うんですけど、生えてる木が違うのかなって思ってて、軽井沢の方がよりどんどん明るい緑になってくるイメージです。最近読んだ本によると、白樺とかが結構軽井沢の方って多いと思うんですけど、まだ土地が痩せているというか、土地が痩せているとまず白樺が立つ、でそこからこう長い時間かけていろんな木が生えてくるようになるみたいな話だったかなと思うので、同じように緑があってもその場所の土地の感じって違うんだなっていうふうに思いましたね。実際目で見てすごく感じました。で、泊まった場所が星の屋軽井沢に泊まりました。まずね、初めにこんな感じの場所で受付関連のことをするんですけど、このね、楽器和な感じの癒しの周波数が出てますみたいな、あの音楽を弾いてくださってる方で、すごい心地よかったし、あのこの楽器についてすごい興味を持ちました。そもそもこういう奏者の方がいるっていうこととか、どこにこの楽器売ってるんだろうとか、興味深かったですね。なかなかこういう演奏見ることができないので、これに楽譜はあるのかとかっていう、なんか一つ一つに興味津々でした。で、星野や軽井沢は一部屋一部屋家みたいに、あの個別に分かれてて、レセプションから車に乗せられて、あのその宿泊の場所まで行って部屋の目の前で降ろしてくれるような形です。
私ね、星のや軽井沢はこれで2回目で、前回は親友と大学生なのか社会人の初めのうちなのかちょっと忘れちゃったんですけど、そのあたりにも行っていて、そうだから2回目だったんですけど、だいぶ時間が経ってるので、なんか感じ方もすごく変わったかなと思います。で、お部屋の感じとかはすごく好みでした。一つ一つの家具だったり置いてあるものたちの質とかデザインがすごく好きで、なかなかああいう好きな雰囲気に出会えることって結構少ないんですよ、私。で、私の性格をお話しすると HSP なんですね、私。 HSP って何の略でしたっけ？ハイリーセンシティブパーソンですね。うん、で、HSP の中でも結構、なんでしょうね、数値が高いタイプっていうか、すごい敏感なタイプなんですよ。だからいろんなことに刺激を受けるし、いろんなことを、感じてストレスにもなるし、楽しさにも変わるみたいなタイプなんですけど、だからこそその宿泊一つとってもすごく感じることが多いんですね。それがすごく星の家は心地よく感じました。あまり華美な装飾とかもないし、計算され尽くされているデザイン、建築もそうですし、その中に置いてあるもの一つ一つがなんか気持ち悪くない、溶け込んでるっていう感じがしましたね。で、星の家の施設って先ほど言ったんですけど、一つ一つこう離れてるんですよね。一軒一軒みたいな感じになってて、で、こう結構広い敷地があって、その中を歩きながら、なんていうか、お風呂行ったりとかスーパー行ったりとかご飯の場所行ったりとかって感じで、必ず外を出て行くような形の設計になってるんですよ。で、それによって自然と部屋の外に出ることが多くて、敷地の中がすごく緑でいっぱいなんですけど、その自然をすごく感じることができる宿泊施設だなって思いました。で、その自然がなんか作られた感じの、自然っていうよりは、もともとそこにありましたっていう感じ。結構自然な形で残ってるんですよね。なんかそれがすごく心地よかった。こう不自然な感じじゃなかったっていうのかな。私結構その、室内も室外もなんですけど、ちょっと不自然な部分があると目がいっちゃうんですよね。それがね、すごくなく、自然な形で全てが成り立っていて、その自然が美しいと思ったって感じですね。だから本当の自然の豊かさっていうのを教えてくれる施設なのかな、なんかそれがテーマなのかなっていうふうに感じるような、あの施設でした。で、サービスの面なんですけど、そこサービスもね、ちょっと珍しいタイプだなと思ってて、なんか普通多分マニュアルとかあって、私の感じるところなんですけどね、こう言われたらこう返すとか、言葉遣いとかいろいろあると思うんですけど、そういう決まりが、星の家の場合ってあんまり、決まっていることを話しているっていう感じがしないんですよ、スタッフの方が。だから人によってその、なんだろう、接し方は違うし、とても自然な形で接客されてるなって思ったんですよね。それもあまりにも硬い敬語も使いすぎなくて、で、ちょっと新人の方とかかなって思われる方は、ちょっとこうたどたどしい感じとか、ちょっとしたミスとかはあるんですけど、あまりね、嫌な気持ちにならないんですよ。で、それがなんでかっていうと、スタッフの方一人一人の中にある、なんかその統一された思いっていうのを感じて、多分星の家として大切にしたいことっていうのは教わってると思うんですよね。で、その根本的な軸となる部分っていうのは皆さん持ってらっしゃるのかなって思ってて、それを持った上でそれぞれがこう考えながら動いている。だからその表面の部分の、その接し方とかいう、そのなんていうか、手法みたいなことではなくて、真の部分でみんながつながってるのかなっていう感じがするから、あれだけ自然な接客になるし、なんかそれがたとえ間違えたりとか、ちょっとこう行き届いてなかったりとかしても、全然嫌な気持ちがしない。なんかむしろ、あ、頑張ってるなっていう感じだったりとか、変に取り繕ってるなっていう感じがしないから、
自然なコミュニケーションをしていますっていう感じになれるっていう、なんか今まであんまり感じたことのないタイプの接客でした。でそれがすごく心地いいと感じましたね。で1日目はですね、着いてからちょっとこう施設内をいろいろ回ったりとかして、歩いて近くにある村民食堂っていうところで夕食を食べました。ちょっとずつを盛りだくさんにしたような料理を選んだんですけど、すごくどれも美味しかったですね。なんかちょうど良かったし、この土地の有名なものをいろいろ食べれた気がして、すごくこの食事は美味しかったです。でその日のあの後はオイルスパを受けて、そのシーンは特にないんですけど、夜の風景がすごく綺麗だったよっていう敷地内の写真ですね。この池みたいなのが敷地内にあって、灯籠が流してあるんですけど、この一つ一つの明かりも全部ろうそくで、実際の火でつけてあるんですって。あの船頭さんがこの池を船で回りながら火をつけていくってことで、この火が消えたら、その明かりが全部消えるっていう感じになってるみたいで、それもなんか星の矢らしいなっていう感じがしますよね。電気だったら簡単だし、手間もないし、同じ時間につけて消すことができるけど、それをあえて本物の火でやるっていう、その自然な感じ好きです。で次の日、朝ごはんとしてハレールニテラスが近くにあるんですけど、そういう施設が、そこで、パン屋さんで朝ごはんを食べました。なんか私旅行に行くと結構お腹の調子が良くないというか、なんて言うんだろうな、お腹がいっぱいになってきちゃうタイプなんですよね。普段そんなに食べないけど、多分旅行の時たくさん食べるからで、あんまりこうスムーズに出すこともできないっていうことで、なんかお腹がねいっぱいになってきちゃうんで、すっごい美味しいって感じで毎食毎食食べることができないのが残念なんですけど、すごく美味しかったです、朝食で。この後ですね、乗馬体験したんですよ。でこれ前回も私行った時も乗馬体験をさせていただいて、オプションでつけることができるんですけど、このね乗馬体験もすごい良かったですね。あの緊張感が結構ある体験です。雨降ってきた、ちょっと雨降ってきた。あ、大間さんいる。あ、いる、大間さん。大間さん、いや浮いてる。なんだな、すごいでかい。でかい。どうぞ。あ、すみません。ちょっと今用意するの。あ、はい。え、これで歩いていけるの？なんかこう、なんだろうな、楽しいみたいな感じで終わるっていうよりも、本当に生の動物と接して、まあ、本当に何があるかはわからないじゃないですか、動物相手なのでっていうところを結構しっかり感じることもできる体験になってます。で今回私が乗らせていただいたのは桃丸くんっていう子だったんですけど、私たち3人ともそれぞれ馬さんに乗らせていただいたんですが、あの桃丸くんが一番若いっていうことだったんですね。でまだここの場所に来て間もないから、ちょっとこうまだ慣れてない部分があるから、あの経験している方の方がいいですっていうことで、私経験してるって言っても、その前回来た時に乗っただけで大丈夫かなと思いながらも、この桃丸くんに乗らせていただきました。なんかここの大間さんは、あの普段はその近くの広い敷地でのびのびと生活してる大間さんで、なんかこう厳しくあのされているっていうよりは、おそらくですけど楽しく生活できているのかなと思います。でここのスタッフの方も本当に馬への気持ちっていうのがすごく強い方だなって思って、ビジネスとして
やってますっていうより、なんか馬が好きだからやっているっていう感じが伝わってきて、すごくこう気持ちよかったですね。どんな感じでやるかというと、まず敷地内を軽く2周ぐらいするんですけど、先頭にスタッフの方が歩いていらっしゃって、その後を馬に乗った私たち3人がそれぞれこう並んでいくっていう感じなので、なんか一人に一人スタッフの方がついてるっていうわけじゃないんですよね。だから自分の馬がこう急にどっかに走り出したりする可能性だって全然あるような状況で、多分しっかりとなんか出現されてると思うので、そういったことないかなと思うんですけど、でも割となんか自分たちのこう操縦が甘いとちょっと違う方に歩いていっちゃったりとかもするので、結構そんな状況の中で森の中に入っていくんですよ。で一応ルートがあるんですけど、もうなんか結構しっかりとした森の中で、木もしっかり生えてて、ちょっと操縦間違ったら頭に木が当たっちゃったりとかするぐらいの環境の中で3人並んで結構長い距離を往復するような感じのコースになってます。森の中をなんかこう歩いてますっていう気持ちっていうよりは、もう本当に馬となんか一体になって歩くことに注力するっていう感じ。そうじゃないと結構なんか危ないと思います。それこそ乗っている人がちょっとこう甘いなっていう風に感じたら、お馬さんもそのままそこでこう草を食べ始めたりとかしちゃうし、自分の好きなことを好きなようにやるので、そこをこううまく、なんだろうな、誘導してあげながらっていうか、やるっていう難しさとか、こういう経験をさせていただけるってすごくありがたいなと思って、本当に桃丸くんにも感謝でしたね。でその後にですね、今度陶芸体験をしました。これは初めてやったんですけど、手びねりっていうタイプで、陶芸ってろくろと手びねりがあると思うんですけど、ろくろはこうバーって回ってる台の上で手を添えながら器の形を作っていくタイプで、これは私やったことあるんですけど、手びねりのタイプは自分で台を回したりとか、あるいはもうこの場所で粘土みたいな感じで好きな形を作っていくタイプで、より自由度の高いタイプを今回やって、私はお香立てを作ろうとしてみました。ちょっとまだできてるかわからないんですけど、作った時の感じはこんな感じで、7割ぐらいの大きさに縮むんですよね、焼いた後に。だからどれぐらいのサイズ感になるかっていうのと、お香立てってそのお香を刺す部分の穴の大きさがすごく難しいじゃないですか。だからもしかしたらお香が入らないぐらい縮んじゃうかもしれないんですけど、ひとまずこんな感じでお香立てを作ってみました。でこれが出来上がるのが、3ヶ月後ということで、3ヶ月後もし出来上がって送られてきたらお見せしたいなと思っています。この陶芸体験をする場所もすごく昔から建っている家で残ってるんですけど、本当にね、素敵な日本家屋っていう感じで、私日本家屋結構好きなんですよ。その佇まいとか、外と中がこう緩やかにつながるような感じ、身近に自然を感じることができるのが日本家屋の良さだなと思っているんですよね。でそれをすっごく感じることができて、このね、建物自体もすごく好きでした。はい、で話がすごく長くなるんですが、夕食、この日の夕食は星の屋の中のお店でコース料理を食べましたね。とっても美味しかったし、この施設もね、すごく素敵でした。料理の時も結構いろいろ私感じることがあって、スタッフの方のサービスとそこの空間と食べ物のその、美味しさもそうですし、見た目の美しさと器とお料理のバランスとか、まあいろいろな感じる部分ってあるじゃないですか。それがなんか全てすごく心地よかったですね。あんまりこう、もう変わった味付けとか独創性みたいなのを売りにしてなくて、すごく自然な形でシンプルにお料理を楽しむことができるようなコース、なんかそこら辺のコンセプトが一貫してるなって星野屋思いました。なんだけど普通すぎないんですよ。ちゃんとその器と、食事のバランスとかはすごい美しいなと思ったし、
なんかこの色の器にこういう風に合わせるんだみたいなところの新しいあの発見とかはあるんですけど、なんかそこに変にこう不自然さっていうのは出てこないっていう、なんか絶妙なバランスでしたね。で、3日目の朝、朝食もあの星の屋で予約できたんですけども、2人で行ってもらいました。もうね、お腹がいっぱいいっぱい、あのちょっと気持ち悪いぐらいの感じになってたので、ちょっと胃を休ませようっていうことで、お部屋に残って一人でゆっくり準備をしていて、朝から、のびのびストレッチっていうまたプログラム、これは無料のものなんですけどつけたので、それに行ってきました。これも陶芸と同じ場所でやったので、その朝の何でしょう、建物の美しさもう、これがすごかった。のびのびストレッチももちろん良かったんですけど、そのプログラム云々というより、この環境、この場所で体を伸ばすことができたっていうこと自体がすごく貴重な体験だったなと思います。こんなに自然の中でただ体を伸ばすことって気持ちいいんだって思いましたね。で、この敷地内に池があるって先ほど言ったと思うんですけど、その池にね、カモがいるんですよ。そのカモのね、親子連れとかがずっと いまして、それがね、すごく愛おしかった可愛かったです。そうで、その後ちょっと写真にはないんですけど、もう一個プログラムとしてバードウォッチングをで参加して、で、その後ハレルニーテラスまた行って、お蕎麦食べて帰ってきたっていう感じですね。購入したものちょっとご紹介したいと思うんですけど、まず星の屋で購入したのがこのこれ変わってるんですよね。なんていうの、これ塗る香って書く、塗るお香みたいな感じのもので、香りが何種類かあって、甘口ってものを選んだんですが、こんなの星の屋で売ってるんですよ。なんかね、本当に粉、お香が粉になってるみたいな、こんな怪しい薬みたいな、こういう袋に入ったお香ですね。香りはね、あーすっごいいい香り、あのお寺の匂いがする。山田松香木店って書いてありますね。寺院とか神社に参拝される前とか、写経をされる前に手のひらなどにつけて精神を清めるためにお使いくださいっていうことで、なんかこう瞑想とか精神を清めたいみたいな時にって嗅ぐためのものです。結構この香り癒されるので、今後ろにこう畳があるんですけど、畳でこう横になったりとかする前に塗ったりして精神を清めたりしようかなって思ってます。お香持ってたらよかったんですけど、お香は売ってなかったです。これも購入しました。星の屋軽井沢スキンバームっていう、こういう缶に入ったバームですね。ちょっと固まってるような、どこに塗ってもいい感じのものです。米油とひまわり油と椿種子油、あと香り系、バラとかゼラニウムとか、なんか自然な成分がすごい入ってて、ちょっと使ってみたいと思って買ったんですけど、あ、オーガニックスキンバームって書いてある。オーガニックなんですね。ローズ&ベリー、うん、確かにバラとイチゴの香りがするのかな。あ、うん、この香りも好きで、あのリップに塗ったりとかしてるんですけど、なんかリップがプルンってする気がしてすごく好きです。で、これどこが作ってるのかなって見たんですけど、なんて言うんだろう、これ10万倍この会社さんをネットで調べたら、こういう自然派系のスキンケアを作ってるブランドで、長野のブランドなんですけど、その長野の会社と星野屋が提携して作ったのかなと思ったので、まあ、これってなかなか入手できないかなと思うんですけど、星野屋行かないと。だからもしなくなってすごい良かったら、この会社のなんか似たようなバーム売ってたので、それ買ってみようかなって思ってます。で、あとはこれもそうなんですけど、丸山コーヒーがハレルニテラスっていう近くの施設にあったので、そこでコーヒー買ってきました。丸山コーヒーって長野県のブランドなんですね。そもそもディカフェとあのカフェインありの方で、どちらも深入り系のタイプ、深入りがすごく好きで両方買ったんですが、すごい美味しかったです。ちょっとカメラが熱くなってきちゃっているんですけれども長くてすいません。で、あと最後が丸山コーヒーのこんな感じの
コーヒー豆を入れる入れ物2色あったので両方買いました。ディカフェと普通の豆使うことが多いかなと思って、この缶みたいなやつ、普通の缶じゃなくてここがちゃんとシリコンみたいな感じで密閉できるようになってるので紫外線からも守ることができるし、この入れ物いいなと思っておしゃれだし購入をしました。はい、ということで軽井沢の旅行はこんな感じだったんですけれども、感じるところいろいろお話ししてたんですが、ちょっとね思ったところは、結構私ってその癒しの場所ってすごく好きだし、癒される体験ってすごく好きなんですよ。宿泊施設も結構癒されに行くみたいなところもあるので、そうだし、あと例えばスパマッサージの施設とか、あとちょっと美容院とかも若干癒しの要素が私は入ってくるんですけど、その、ね、癒しのところで本当に心から癒されるなって思うことって本当に少ないんですよね。五感を全て癒せてるかって言われるとそうじゃないみたいなことが結構あって、なんか癒しの施設をデザインしたいないつかって思いました。デザインっていうのはその表面的なあのデザインとかいう話じゃなくて、その人との接点の部分ですね。その人が五感を使って感じるいろんな部分っていうのを総合的にデザインをしてみたいって思いました。自分が 100% いいって思った場所を実現するのってどんなに大変なのかとか、そういうのが出来上がった時にどんな感覚になるのかっていうのをね感じてみたいなって思ったんですよね。今までにそういう場所に出会ったことがないからこそ、めちゃくちゃ小規模でもいいので、なんかそういうデザインをやってみたいって思いました。皆さんなんかあの今まですごく良かったっていう宿だったりとか、なんかそういう癒し系の施設とかあったらぜひ教えてください。なんか全てがいい形でデザインされてるなっていう施設があったら知りたいし、そういうものをなんか作っていきたいな、作れるといいなって思いました。ということで、めちゃくちゃ長い動画になってしまったかもしれないんですけれども、最後までお付き合いいただいてありがとうございます。こういう動画も増やしていきたいなってちょっと思いましたね。はいはい、それではあの皆さんのおすすめぜひぜひ教えてください。ご視聴ありがとうございました。Tonight